3学期が始まって平日の朝のルーティン、平日の朝のルーティン、なので私も、ね、皆さん帰ってくる前に設置させていただきます。なぜあなたがいるんですか。皆さんもう5年生になりましたね。見てください、見てください、アコの、アコの連絡帳の紙を勝手に切って取ってるんです。この方、え、まず連絡帳ないの。ないで連絡して連絡帳誰かに取られたんだ、多分。そんなわけないでしょ。よし、終わった。宿題、宿題こんな真面目にやってるんですか。やってる。帰ってきてすぐ TikTok 見ながらとか、ああ YouTube 見ながら、そんな進まないよ。 YouTube は別にいいでしょ。 YouTube ちょっとあの動画上今回は音が入るとあれなんでテレビとか映してませんけど、本当はテレビを直してます。いいえ、はい、いいえ、どっちが何を選ぶとか、うん、決め直しなの。うちは基本的に宿題が終わらないと遊びに行けないから。ああ、そうですね。だから文句言いながらやってる。他のお家は宿題しないで遊びに行けるのにとか。そうだよ、ひどくない？ひとしひどくない。帰ってきてやったら時間がかかりすぎたってさ、うん、あれ、あこちゃんはお絵かきの宿題はなくなったんですか。なくなったんです。なるほど。でもね、昨日まで宿題はアコは早め早起きだったよ。あ、そうなんですか。マコだけ昨日から宿題だよね。絵のやつなんでなくなったの。あれなんでなくなったの。なくなったっていうか、もう水曜日しかやらないし、もう絵描くの見た。なんで先生に絵描くのダメって言われた。ダメって言われたの。ひどくない。もう年生だからね、あんなハートに色を塗りつぶしただけのさ、1ページないとか、あんまり色塗ったやつ、あ、とかわかんないけど、色塗ったやつはあった。色塗っただけ塗ってあるやつ。あ、そう、スペラもだ。一緒じゃん、似たようなもんです。どうですか、5年生始まって。なんかね、やり方がね、違くなったの。漢字ドリルのやり方がもうね、11画です。はい、現実の現っていう字が、え、あんたはなんで、え、こんな、こんな終わったの。そうだよ、今やった。違う、学校でやった。いいなぁ、学校でやったら怒られちゃうから。カメラが回ってるからこんな集中してるんですか。今日髪の毛ね、自分でやったの。ぐちゃぐちゃだけど今。あれ、なんか5年生になって帰る時間遅くなったりとかありましたか。あの掃除の時間が入ったから、うん、え、今までなかった。今まで掃除なかったの。なかったよ。え、誰が掃除するの。じゃあ4年生は先生がやってた。で、やりたい人は残ってやるの。やりたい人がいるの。いるんだよ、それが。こういうことやってたから。そういうことですね。え、で、5年生からは違う。5年生からは今日。肩結びしたら取れなくなるよ。肩結びじゃないよ、リボン結びだよ。肩結びしたらリボン結びの前に。ねえ、やめてよ。え、進まないのわかる。はい、やって今か。やだ、いいです。ちけライブの日は本当に急がないとダメなんですけどね。そうですね。そう、今日はあのこの後ライブあるんで、だから余計今シャシャッと宿題してくれないと困るんだよ。集中。小学5年生って集中力どのくらい。あ、間違い。あ、まだ3秒3って、これね、文句がないで。ねえ、あのさ、テーブル揺らさないでくれる。あ、ロコちゃんが帰ってきたみたいだ。ロコ、ただいま。ロコちゃんはあの学校の服なんで、ちょっとそれ映せないので、一回着替えてからあの来てもらいます。着替えてきて。帰り、ただいま。お帰り、みんなただいま。中学生になってからね、ちょっと遅くなりましたね。なんかまだ部活を始まってない子とか、部活があっても、うん、その仮入部で5時までとか、あだから早い。あ、なるほど。帰ってくるの
今日からやっと科目っていう科目がスタートしました。お授業が、お授業が、でもそれもまたなんか説明だけでした。ああママ明日4時間どこ回した。あ、じゃあちょっとね、ロコさんもうメイクの時間が非常に準備かかるのでちょっとメイクをしていきましょう。え、ロコ、はい、ロコなんかさ、文章考えて。現実の現の現実ってことないですか。やだ、現実を現実を見る。ロコは今日は今日全部食べた。麻婆豆腐とご飯。お茶碗の大きさが異常。どんなぐらい。こんなぐらい。ひっとりじゃお前。お前。君。しなくていい。ね、現実を見て行動するでもいいから。しなくていい。私は全く現実を見ていない。しなくていい。現実を見て行動するでもいい。宿題をしたくなくて。現実を見て行動するってどういうこと？じゃあ宿題終わった人はね、メイクしてください。あ、こ。とそういえばライブ配信5時半からになりましたかね。そうなんです、私の工場の都合で、私のせいで、私のためにってありがとうございますって言わないと。私のために時間を変更していただきました、ありがとうございます。これ今後もそうしますか。うん、だと確実だね。はい、じゃあ今後もね、5時半からまたコミュニティにも投稿しますけど5時半からになります。お願いします。お願いします。現実を、現実現実世界と言ってる。バーバが現れる、いいかな。現れるってこと。ああ、いいんじゃない、パパが現れた。でも今日タクシー乗ってきてたら、なんか急にタクシーの運転手がお化けの話し始めて。どういうこと。開始10秒ぐらいでなんかお化け知ってるから。なんかママ考えて、なんでもいいから思う通り変えた方がいいよ、夢の実現。あ、いいじゃん。なんだ、ロクに教えてもらえる。なんかやだな。ね、夢ってどうやって書く？あ、ダメだ。気付け。ちょっとこれ下置いてやってくれる？あ、分かった。なんか見えなくなっちゃう。やば。上手だ、子さん。ありがとう。いや、あなたじゃないです。最近さ、ロコよりアコの方があのメイク時間かかるんだよね。毎回言われるのイライラするんだよ。なんかすごい黒くない？あ、ねえ、なんでそんなこと言ってるか。あのね、すいませんからね、仕事なんですよ。もう終わってないんで、携帯触ってないで。僕ね、ちぐろなんでね、すみません。家族のちぐろって一人もいないんだけど。そうだよ、パパもママも仕事。パパもあんな黒いけど、でもともと黒いわけじゃないですね。だから生まれた時だし。さあ、ママに行っちゃったんだね。日焼け、マコさん、なんか肌荒れとかさ。ねえ、蚊に刺されたかも。蚊がいる。蚊いるよ、もう。そうですね。しかもさ、最悪なのがさ、授業中さ、授業受けてるじゃん。したら蜂がピューッ教室の中入ってくるの。よく入ってくるの。うん、なんか近くにすぐあんのかい。なんかでもこうやって入って、自分で出口分かってんの。生徒じゃん、生徒。マコさん、新しく買った鏡ですね。見て、今日のメイク濃いめにしたの。ギャルじゃね。そんなレベルじゃないから、ギャル。あの黒いやつ、黒く塗って白い。でもなんかそんな感じになってね、この人が言ってんの。顔真っ黒で目の前白いじゃん。あとこれ帰ってきてからもう1時間ぐらい。わっ、ちなみに宿題まだ終わってないですからね。ライブ配信前ということで強制的にメイク出すとか。そうそうそう、今日ロゴさ、この髪型でさ、友達と投稿してたのよ。あ、今日、今日見たよ。今日ロゴとさ、あの、どんなところで撮れてるの？あの、大丈夫、あの、動画には静止画にするっていう手法があるから。今止まってるから、マコちゃんの。そう、今ずっと静止画、ずっと出るから。マコちゃんはね、なかなか準備がかかってますね。あ、ロコちゃん何してんの？ディズニーマジックキングダムズっていうアプリ。え、それ、ね、どんなアプリなの？世界中で1億人以上がプレイしたディズニーのパーク作りのスマホのアプリで、ディズニーとかピクサー、あとはスターウォーズのキャラクターたちと一緒に自分たちが理想のテーマパークを作れるっていうアプリ。え、
1億途中でやばいね、それ。ロコちゃん、ディズニーとかピクサー好きだもんね。そうそう、あ、でね、ディズニーとかピクサーとかスターウォーズのキャラクターたちが200以上も登場するの。しかもしかもテーマパークの中に170種類以上のアトラクションとか自由に設置できたり、パレードの開催もできたりするの。それすごいね。ロコちゃん確かにめっちゃハマりそうだな。最近始めたんだけどめっちゃハマってる。待って、マカオコちゃんもそろそろ準備終わった？じゃあもうそろそろちょっとライブ配信の時間なんで、この後ライブ配信の説明をして、ライブ配信しようかなと思います。今日は最初に挨拶をして、毎日投稿が終わったので投稿曜日のお知らせをしてください。はい、月水金の5時、ショートは週3本、ロコちゃんのチャンネルは木曜。結局準備にどれぐらいかかったんですか？2時間。ロコは30分で終わってる。ロコちゃんは終わってる、早くね。まずい、ロコ。ロコ、ほら髪もぐちゃぐちゃになって泣くよ。残り30秒ですよ、もう。ロコロコロコ、なんかインクが崩れちゃう。残り20秒、残り20秒ですよ。こんにちは、ロコです。マコです。アクです。こんにちは。お久しぶりです。まつげ、こんなの書いてた。お会いしましょう。バイバイ。来た。バイバイ。バイビー。よし。ごめんなさい。パパおかえり。おかえり。すごいね、高校生のお姉さんが。そうなんですね。ねえ、ジョイキング好きって言われちゃった。なんだ。ごめん。ちょっとお願いします。あ、私も取るよ。マカワコちゃん今お風呂入ってます。実際最近お風呂って どの順番なんですか？毎日が。え、今日マカワコちゃん早くて次の日ロコちゃんが早いとかな？はい、学校帰ってきてすぐ入るときもあるし。え、めっちゃ早くないですか？最近お風呂早いよね、ロコ。うん、携帯持っていけないからえ、じゃあもう普通に30分ぐらいですか？あ、まあでも前に比べたら早くですね。今日ロコちゃん推しが当たらなかったですね。え、ロコちゃん今これ待ち時間何してんの？ディズニーマジックキングダムズのアプリ。あ、さっき話したやつね。え、ちょっとなんかさっきちょっと画面あんま見てなかったからちょっと画面見せてほしいんですけど。嫌です。いや、見せてください。すごっ、めっちゃ画面リアルで細かいところまで結構綺麗だね。そうそう、でもロコ的に結構気に入ってるのがあって、ちょっと見せるね。うん、クエストっていうのがあって、オリジナルの物語とかがあるやつなんだけど、この動きかわいくない？ナイピーの奥さんとかめっちゃ好きだと思う。あー、好きそう。シンデレラも来た。走ってた。王子だよ、王子だよ。シンデレラどこ行った？あ、いたいたいた。どこに立ってんの？あ、いた、ハム。あ、ハムみたいな。コインも集めよう。あ、テクテク歩いてる。化粧水塗ります。はい、もうないです。ナイピーに買ってもらわなきゃ。え、ちなみにマコちゃんはね、今髪を乾かしてます。さすがにあのカメラ外でしたけど、マコさんがね、僕の後ろの方で着替えてたよ。ゲームやりたい、早く。みんなが終わってからね。いいでしょ。やめ、ダメ。それはロコ使えるからダメ。大丈夫ですか？本日2度目の。最近ね、せっかくロコちゃんとマコちゃんが仲良かったね。短かった、やっぱり短かったですね、やっぱり。ゲームやりたい。めっちゃ匂いが。買ってあげなよ、ロコ。見て。ひどいひどいひどい。あ、こっち見て。まずね、まずおでこを。目元そっちって。あ、そうですね。じゃあロコさん、ちょっと詰めますか。どうしてやればいいの？あ、美容チャンネルの人、教えてあげてください。はい、まずこれをね、1枚取るんですね。これ1枚取りましょう、まずね。声が太い、声が太い人だ。でもこれは3枚だから、これは。そして滑舌が悪い。あとは2枚は超えてしまうのよ。ねえ、触んない。洋服につけない。10分から15分だそうです。じゃあ10分する。もう知らない。
やらない。な、泣いちゃう。泣いちゃダメだよ。泣いちゃダメだよ。泣こう、泣こう。泣いてるかどうかわかんないですけどね、パックしてた。パパちょっと泣こう。泣こう。泣こう。歯磨き使ってるよ。もう捨ててもそれ嘘だろ。どこのメンバーから緑やからワクワクが、あ、動画回ってるからそれかなと思って。かわいい。あ、私は歯磨きあんじゃん。ないの？じゃあ変えたばっかりなの。あ、そうなの。じゃあまこちゃん平和に歯磨きしようね。よかったね、ロコ。まこのじゃなくて泣いてるよ、だろ。ロコちゃんのは本来何色なんですか？何色なの？入れ替わっちゃった。まこちゃんだけ普通にメンバーカラーというか。急になんかおもちゃみたいな。フェイスのやつ新しいの？よかったじゃん。あとちゃんがもうずっとね、おじゃがいっちゃったよ。歯磨きできてないでしょ。せっかくライブ配信でいいことあったのにね。本当だよ。何なのその磨き方。早く死ぬが見えないようにしてる。ああ。何してる？全く隠れてないと思うよ、それ。マサさん、全く隠れてない。ナイス。バイバーイ。バイバーイ。よし。じゃあ、マコアコちゃんが寝ました。寝ました。やっと静かになりました。本当ですよ。え、実際いつも何時ぐらい寝てるんですか？最近ちょっと遅い、10時ぐらいかな。寝つくのって知らない。寝る前何何最後してるの？あー、さっきのゲームのあのディズニーマジックキングダムですか。ロコちゃんがちょっとそこまでハマってるんだったら奥さんに行ってみようかな。あ、ちょうど今ゴールデンウィークに合わせて新しいキャラクターとかアトラクションがゲーム内に登場する予定らしいから、タイミングとしてはめっちゃいいかもね。あ、そうなんだ。日本限定のアイテムも追加されるらしいよ。あ、そうなの。それ今ダウンロードするにはめっちゃいいタイミングだね。これめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いじゃん。スンバやってます今。じゃあそのアウティーハムだ、ハムだ、ハムだ、走ってた、走ってた。あ、ウッティ、入ってた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 。あ、見つけた。はい、じゃあ最後、今回紹介したディズニーマジックキングダムズなんですけど、動画の説明欄にダウンロードできる URL が貼ってあるので、そこからぜひチェックしてみてください。あとゲームロフトの公式 Twitter アカウントでゲーム内アイテムが当たるプレゼントキャンペーンを実施予定なので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは最後までくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。それまでお会いしましょう。バイバーイ。カシャ。え、アコはないんだよね、計算ドリル。計算ドリルじゃない、計算ドリル。うるすよ。すぐ上げやしとる。